野々村一清は、江戸時代前期の陶工である。通称聖衛門。17世紀の人物である。色絵陶花茶壺 MOA 美術館、京焼色絵陶器を完成させた陶工と言われている。丹波国草伝軍、野々村の生まれ。若い頃は、淡田口や瀬戸で陶芸の修行をしたと言われ、後京都に戻り、昭宝年間頃仁和寺の門前に御室用を開いた。 中世以前の投稿は無名の職人に過ぎなかったが、一清は自分の作品に一清の印を押し、これが自分の作品であることを宣言した。そうした意味で、一清は近代的な意味での作家、芸術家としての意識を持った最初期の投稿であると言えよう。一清の号は、人間寺の人志と衛門の清の寺を一時取り門関より改良したと、 伝えられている。一清は特にろくろの技に優れたと言われ、現存する茶壺などを見ても、大ぶりの作品を破綻なく均一な、薄さに引き上げる、ろくろ儀には簡単させられる。また、有名な、色絵記事号炉や、ほらかい形号炉のような調層的な作品にも、優れている。現存する一清作の茶壺は、立体的な木面という画面を生かし、金彩 銀彩を交えた色絵で華麗な絵画的装飾を施している。この色絵茶壺など代表的な作品は茶道を好んだ大名佐々木京極家により江戸初期より収集され、明治には三井家に伝来したものが数多くある。色絵月梅図茶壺東京国立博物館。ありがとうございます。